こんにちは、タビニャンです。今回はサンシャイン60通りのビルの地下2階にあるサイゼリヤにお邪魔しました。とっても人気のお店でいつも人が待っています。今回はミートソースボロニア風400円を注文しました。追加でセットドリンクバー200円も頼みました。ドリンクバーの近くに唐辛子と粉チーズも置いてありました。ミートソースが来ました。ミートソース上にもかかっていますし、麺にも絡めてあるようなんで、とってもたくさんソースかかっていて大満足です。いただきます。すでに粉チーズもかかっているんですけれども、味を見て大好きな粉チーズ追加でかけております。粉チーズ大好きです。ピリ辛にしたいので唐辛子もかけました。上にもミートソースが乗っていて、ミートソースが絡まっているので、たくさんミートソースの味を感じることができる一品です。こちらのお店大好きでよく利用するんですけれども、学生さんが圧倒的に多いんです。部活帰りの学生さんでしょうかね。この日も10組弱待っていたんですが、店内席が多いのかスムーズに案内してくれるので、待つ時間は10分弱ぐらい、もっと少なかったかもしれません。ミートソースとドリンクバー合わせても600円なので、あと400円分ぐらい何かデザートを頼みたいなと思います。1000円ぐらいでドリンクとメインとデザートも頼めるので、とっても気に入っています。ごちそうさまでした。さてデザート何頼もうかなとメニューを見ているんですけれども、今まではフォッカの上にアイスクリームが乗ったメニューがあったはずなのに、今回見つけることができなかったので別々に注文しました。ジェラートは先に来てしまいました。結構固めに冷凍されているので、フォッカが来るまでいい感じに溶けてきましたので、フォッカの上に乗せていただくことにしました。ほら、こんなにとろとろに溶けています。いただきます。なんでこのメニューがなくなっちゃったんでしょうかね。ジェラートが250円に、シナモンプチフォッカが200円で450円でした。これ大好きだったのに、これがなくなってしまった理由がわかりません。ぜひまた復活させてほしいと切に願います。このフォッカっていうのが、フォカッチャとも言われるようで、ジェノバが発祥とされるパンだそうなんです。このパンにシナモンシュガーがかかってジェラートを乗せて食べるのが最高に美味しいんです。パンケーキのようなちょっと甘さはないパンなんですけれども、ふっかふかでクリーミーなジェラートによく合うんです。シナモンシュガーの甘さが程よく効いていて、フォカッチャ食べる時にはシナモンシュガーのかかったフォカッチャを注文することをおすすめします。このデザートをつけても今回は1050円だったので大満足です。
ごちそうさまでした。デザートも合わせて1500円でした。このチャンネルでは美味しいものをどんどん紹介していきます。気軽にコメント、グッドボタン、ご登録お願いします。またお目にかかりましょう。バイバイ。